ともに開幕を勝利した中で迎えた柏レイソルのホーム開幕戦第2節13分町田左コーナーキックです。後ろから入ってきた深津光太、深津選手以外の選手がニアに走ることで深津選手が走り込むスペースを空けましたよね。そこに走り込んでいた深津選手のヘディングシュートでしたけれども、わずかに上にそれてしまいました。で柏レイソルはサイドを使いながら今度は裏にボールが出てきて、でこれ増田のクリアだったんですが、瀬川がキーパーよく見ていてクロスバー叩いてセカンド山崎亮平、まず小池選手のパスも素晴らしかったですよね。ここから相手ゴールキーパーにクリアされてしまったんですけれども、手塚選手ここでゴールキーパーディフェンダーの位置をよく見てギリギリのところにシュート、クロスバーを叩いてしまったんですけれども、山崎選手が詰めていきました。そしてエンド変わって後半45分です。また右サイドから崩します。この小池から裏にボールが出てきてクリスティアのシュート、そしてセカンドオルンガも詰めるというシーンでした。相手のミスを見逃さなかったクリスティアの選手の素晴らしいプレーでしたね。で57分は左サイドから崩します。このセカンドボール、もう一度クロスが入ってこれを福山のシュートになりました。こうゴールキーパーにとっては足元そしてゴールギリギリ隅にボールもバウンドしてくる難しい状況だったんですけれども、中丸選手うまく弾きましたね。そしてさらに攻め込んでいこうというところだったんですけれども、ここからカウンターが炸裂します。レイソル相当なこれロングカウンターなんですね。そうですね、選手の最初のパスも良かったですし、クリスチャン選手が相手よりも早く反応して、そして最後ここ瀬川選手ドリブルのコースをイメージしていたとコメントしましたけれども、うまく自分でドリブルしながらシュートコースを開けましたよね。この位置からスタートをしているというのが本当にちょっと驚きなシーンですね。これボールが来る前にもクリスチャン選手動き出してるんですよね、そしてここから瀬川選手、でこう瀬川選手が右斜め前に少しずつタッチしながらドリブルしてシュートコースを開ける、そして最後はゴールの隅に流し込む、素晴らしいゴールでした。シュートのコースも完璧ながらよく幅を使ったカウンター見事に完成しました。増田選手もよく反応したんですけれども少し難しかったですね、これで先制した柏67分瀬川のゴール、そして88分柏今度は左サイドから古賀太陽がここで抜けます。そしてクロスが入って瀬川のシュート、これよく増田がセーブをしました。古賀選手が素晴らしいワンツーから抜け出して瀬川選手決定的なチャンスでしたけれども、増田選手よく反応して防ぎました。素晴らしいセーブでした。